ちゃんが寝てくれている間に、卵を焼いてキャベツ挟んでマヨネーズとケチャップと、でこっちはこの間何だったかな、散歩がだから700日目の時に焼いたあのケーキと昨日入れたチャイです。いただきます。さっちゃんが、さっちゃん寝てくれてるはずなんだけど、いただいてみます。美味しいと思うんだけど、美味しくないかな。ちょっとじゃあいただいて、薄いけど美味しい。これからいただきます。ちょっと多い、量が多いかもしれない。いただきます。おいしい、おいしい、おいしい。卵は2個でオムレツにしました。粗挽き胡椒がいっぱい入っちゃって、あとなんだってこと、間違って香辛料も入れちゃったんだけど、ナツメグだったかな。粗挽き胡椒と思って入れたら、粗挽きじゃなくてナツメグやったんだけど、それも、美味しいです。シャイガニだと玉ねぎと、玉ねぎ挟んだらよかった。生の玉ねぎをちょっと挟めば、生の玉ねぎ。さらし玉ねぎなんだけど、あんまりさらされてないけど、ちょっと玉ねぎ入れると美味しいと思うんですけど。
玉ねぎ入ってた方が美味しい。水分が落ちる。食べ応えあるけど、お腹空いてるから食べてしまう。挟んでいきます。よいしょ、いただきます。この水分もあれかな、キャベツかな。美味しいです。この油と、あの油とあのお砂糖ちょっと控えめにしてやったけど、結構あっさりしてて美味しい。フルーツケーキよりちょっとあっさりめで、ココアをちょっとマーブルみたいにちょっとココアを入れてます、これ食べたらちょっと用事しないと。